うん、みんな揃ったね。ううん、暇だったから先に来て準備してただけ。テントはコレイさんが張ってくれたの。ロープを結ぶのが早くて結び方も丈夫でプロの技だったよ。私なんて素材を渡すくらいしか手伝えることがなくて。ありがとう。これも師匠と瀬野さんがいつも指導してくれるおかげだ。ああ、優秀な冒険者はみんなこうしている。まったく、いい加減にしてよ。これ以上褒め合ってたら月が昇ってきちゃうから。ほらみんな座って。さっきのバター魚焼きはなかなか美味しかった。作り方を見てなかったけど、旨味は魚肉本来のものだけじゃないみたいだね。その通り。もっと詳しく推理できる？そうだな。匂いは純粋だった。複雑な香辛料じゃないね。あんまり馴染みのない匂いだったから、モンドの特産品かな。料理に使えるモンドの植物の中だと、ロドリアンは普通スープに使われるから、イグサ？正解だ。スメールの魚のクリームソースは、柔らかい口当たりで魚肉の旨味を引き立てるものだと聞いている。モンドの香辛料は、スメールほど複雑ではないけど、自然な調味料で、食材の特徴を際立たせるっていう理屈は互いに通じ合っているんだ。気に入った。でも具体的な分量は？レシピを書いてあげるよ。後で私が作る栄養食を食べてみたい人はいない？一つ頼む。コレイさんは？あんまり食べてなかったけど食欲がないの？もともと小食なんだ。もう。ごめん、今日ザメだよな。ティナリ、あの日俺たちが道中で見た二足歩行の生き物はパイモンだったのか？どの日だ？石門を通った日だ。はあ、見間違いだろ。帽子に視界を遮られてたんじゃないのか？オイラはいっつも飛んでるんだ。地面を歩くことなんてないぞ。そうか、パイモンが食べ過ぎたかと思ったんだが、バルベリーよ。面白くないか？バルベリーでパイモンが滑り落ちた。知り合うのに必要な一環かなって。いい方向に考えてよ。セノはみんなのことを友達だと思ってる。その仮説を検証してみないかい？なんだって？モンドの原生植物が浮遊生命体の機能に影響を及ぼすのか否か。オイラを実験台にするなよ。お前たちの理屈だとサイトゥン島を食べたらあんな風にまん丸になっちゃうのかよ。おい、お前まで。セノさんのジョークより旅人とパイモンのやりとりの方が楽しいよ。固定観念だ、長年にわたる。セノってモンドに来てから明るくなったみたいだよな。スメールにいた時と違うっていうか。冒険者のセノだからな。ん？面白くないか？それもそうだろうね。君たちがスメールにいた頃見てたのは仕事中のセノだった。でも実は機嫌がいい時はいつもこうなんだよ。うんうん、師匠の言う通りだよ。食べる時もたまに
器が浅すぎて料理をうまく盛れないって言ったりとか、とにかく予想外の話をしてくるんだ。わかった。改めて自己紹介しよう。俺は大マハマトラのセノだった。だが今この時からは冒険者のセノだと思ってくれ。これだよ。自分が面白いと思う文句をみんなが受け入れるまで延々と繰り返すんだ。つまりセノさんには二つの状態があるってこと？面白い。物質の転換みたいに自由なんだね。私も見習いたいな。そしたらきっと真面目なスクロースとぼーっとしてるスクロースになってしまうね。さて、旅の目的地をモンドにしたからにはみんな何かしたいことがあるってことかな。うん、ウィンドブルーム祭はモンドの一番大切な祭りだってリサさんから聞いたんだ。これを機にみんなに愛情こもった風の花を捧げたい。それで昔世話になった人たちに感謝を示すんだ。外に出かけて新しい友達を作る。これはコレイにとってもいいことだからね。ラクラクダジュ。はあ？今の言葉、これコレイに聞こえた。似たような言葉でラクラクダジュというのがある。でもテイワット大陸ではググプラムのような命名の方が多いみたいだ。僕からすれば、うわ、この寒い空気の中でよく顔色一つ変えないで話を続けられるな。最近スメールの環境は大きく変わったし、やっと仕事も少し楽になってきた。せっかくの休暇にコレイの付き添いができて、道中ではモンドの様々な動物や植物を観察できるから、後で講義もできる。一石二鳥だよ。じゃあセノは？コレイの護衛だ。口実だ、絶対口実だ。七星召喚のカスタムカード裏面だ。やっぱり別の目的があったのか。みんな七星召喚はもうやったか。さすが俺の友、優秀だな。カードの裏面を変えようと思いついてから俺はあちこちに聞いて回った。それで最終的に伝説の白亜先生に頼むことにしたんだ。スメールにいるカードゲーム友達の沢田から教えてもらった。沢田は稲妻人で姿の彩り祭に参加していたんだ。白亜先生はモンド人だから運試しにモンドに行くといいと言われてな。白亜先生ってそれ、なんだ、知り合いなのか。なるほど、白亜を探すためにわざわざモンドまで来たんだね。いや、そうではない。コレイの護衛の方がメインだ。そんなはずないだろ。コレイは何度もこっそりモンドに来てたっていうのに、君がついてきたのは今回だけなんだから。俺のことばかり言うが、お前だってそうだろ。僕の作家の友達がここにいたら、事実は小説よりもきなりと言うんだろうね。もう認めちゃうのか。待て、白亜先生というのはまさか。新しい友達にペンネームで呼ばれるのはちょっと変な感じがするな。アルベドでいい。何？君が白亜先生だったの？セノのやつ最近毎日君のことを話してるんだよ。ぜひカード裏のデザインを頼みたいってさ。ち、余計なことを言わなくていい。普段はオーダーメイドの依頼は受けないんだけど、こうして交流して君たちのことはもう友達だと思っている。みんな面白くて博識だ。それにセノが七星召喚に注いでいる並々ならぬ愛情はその目を見ればわかる。もちろんだ。はるばるスメールから探しに来てくれてありがとう。なら名誉に思ってこの依頼を引き受けないとね。
ああ、お前の先生って優しいな。きなりさんと似てると思うよ。なんというか、性格はちょっと違うけど雰囲気が似てるの。では後世に残るこの唯一無二の傑作にいくら用意すれば。後世にまでは残らないだろう。俺の七星召喚のカード裏面に描かれる絵は必ず歴史に名を刻む傑作になる。ぜひそう表現させてくれ。勝手にやらせておいて。カードゲーム好きってみんなこうなんだよ。なるほど、信仰ということか。うん、だったらもっとジョークを聞きたいな。ジョーク？俺のジョークを気に入ってくれたのか。僕は結構好きだよ。でもさっきは全然笑っていなかったじゃないか。笑うかどうかは別として、面白いと思ってるよ。ちょっと失礼。なんか変な匂いがしない？あ、私の栄養食が。大丈夫か？